窓の外ではリンゴ売り、声を枯らしてリンゴ売り、きっと誰かがふざけてリンゴ売りの真似をしているだけなんだろう。僕のテレビは寒さで画期的な色になり、とても醜いあの子をぐっと魅力的な子にしてすぐ消えた。今年の寒さは記録的なもの、凍えてしまうよ。